て今回届いたのは、ポーセトさんの動画で使い倒されている綺麗なジャイアンのフィギュアです。こちらは廉価版の小さいものになります。このシリーズは前にドラえもんを購入しました。なんだ、内部に泥汚れが。まあフィギュア自体には汚れがないからいいか。それではじっくり見てみましょう。コンパクトながらよくできてます。宇宙に漂うジャイアン、なんて遊びつつ、実は大きなジャイアンも持っております。特に活用することもなく棚に飾ってあります。普通はソーダダブル、ずっしりと重く中身が詰まっている感じが良いです。ということで、誰得ジャイアンフィギュアの紹介でした。